高梨。はい。なんだこいつは、もじもじして。あの、もう卒業だから言うけど、俺ずっと高梨のこと見てて、可愛くて優しくていいなって思ってて。あら、まあ告白？友達からでいいから付き合ってください。まだ早い、まだ早いぞ。そら、スパッと断れ。断れ、そら、断れ、そら。ごめんなさい。うん、いいぞ、それでいい。好きな人いるので。え？そっか、じゃああれだよね。ごめん、聞いてくれてありがとう。好きな人ってあれかな、天国のお父さんかな。バカね、さすがに結婚するとは言えないよね。え？ソラ、何なんだ結婚って、どういうことなんだ。これじゃ帰るに帰れないね。え？誰の靴？ん？修羅場の展開だよね。くそ、やっぱ胸のデカさで負けた。え、そこ、ユータ、お風呂スパすれば気持ちよかったよ。ヤポーニョのマンションお風呂狭いから久々にゆったりできた。リビングに空のドレスの直しデザイン置いといたから見といてね。うん、嘘だろ、本当にか。何？なんて書いてあるの？ユータとソラの結婚式のためのドレス。ユータ、巨乳好きだと思ってたのに。あの猫耳の子は？にゃおー。いや、そんなことより早すぎるだろう。どういうことなんだ。僕はそんなつもりでユータ君に任せたわけじゃないぞ。まさか、まさかできちゃったコントかじゃ。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて考えようよ。あの子たち、そんな軽はずみで結婚しちゃうような二人じゃないでしょ。うん。いやあ、よいしょ。どうしたの？見ちゃった。空の日記。ええー、ダメでしょ。うん。で、何書いてあったの？二人とも不器用だけどまっすぐで、結婚を決めるまでがどれだけ大変で、でもそれをみんなで支え合って乗り切ってきたか。パパ、ん？お風呂入ろっか。え？懐かしい、この感じ。喧嘩した後は必ずこれで仲直りだったよね。今日は喧嘩じゃないけど、気持ちの整理はついた？多分。多分って？でもそうだね。そういえば大丈夫かな、ひな。ああ、これ？うん。ひながあれをしたら、熱を出す前触れ。でも、ちっちゃい時のことだし。大丈夫だよね。うん。ただいまー。もうちょっとお姉ちゃんに胸があればな。この辺大胆にできるのに。何よそれ、大胆さはいらないの。ねえねえ、おじさんとそらお姉ちゃん結婚式でチューするんでしょ。ひな、なんだよいきなり。どこで聞いてきたのそんなことを。常識だよそんなの。チューってどんな感じ、ポワンってなる。おお、それは興味あるな。どうだったの二人は。わかんないよまだ。そうそう、聞かないのそういうことは。まだって
って、うん、二人はまだ？今時あり？そんなの。いいでしょ、別に。ママ そうだよ、早ければいいってもんでもないんだから。今しちゃいなよ、チュー。ほっとした？ん？キスしてなくて。どうかな。私は勝つだな、ユータに。いろんな恋愛があるんだ。空にはちょうどいいと思うじゃないか。ほっとしたんだ、やっぱり。どっちにしろ僕たちには止められない。ヒナ？うん。ヒナ？やっぱり。すごい汗、かわいそうに。ごめんね、ヒナ。抱っこしてあげられない。やっぱりダメだ。こんなことにも気づけないのに結婚なんて。やっぱり熱あるみたい。すごい汗。朝から耳気にしてたからね。買ってきて正解。ひな、大丈夫？汗拭いて、ソラ、お着替えしようね。ユータ。お姉ちゃん、おいた。ん？パパとママに会ったよ。夢見たのか？ママが抱っこしてくれた。そっか、よかったね。うん、よかった。ほら、じゃあ新しいパジャマに変えましょう。その前に、これっと。気持ちいい。俺見てるから寝ていいよ。大丈夫、お兄ちゃんこそ朝早いんだから。じゃあもう少しだけ二人で見てようか。うん。いいかな、そろそろ。そうだね。心残りはありまくりだけど。なんで言うかな、そういうこと。ごめん。ま、私もだけど。あの時と同じだね。ここだけ時間が止まってる。止まってればいいのに。もういい？よくないけど、来て。よくそんなの見つけたね。ごめんね、寝てないのに付き合わせちゃって。私ずっと考えてたの。結婚式でお父さんとユリさんに挨拶できないのだけが悲しいなって。それは俺も思ってた。なぜだかわからないけど、それを今やりたくなって。あれ、私のコスプレ用の。ってことは他の恥ずかしい衣装も見つかっちゃったんだ。何それ。ねえ、俺たちもヒナの夢の中に入ったのかもしれない。だからそこにいるんだよ、姉さんとシンゴさん。じゃあ、姉さん、シンゴさん、俺たちは結婚することに決めました。ちゃんとやってける自信なんてないけど、二人で頑張れる自信はあるから、呆れずに見守ってくれると嬉しい。了解。生きてる時は言えなかったけど、今なら素直に言える。小さい頃から俺を育ててくれて本当にありがとう。姉さんは世界一の姉さんだ。バカ、今頃言われても抱きしめてあげられないじゃん。お父さん、お父さんは私がちっちゃい頃からいつも笑顔でいてくれたね。危ないことするとすごく怒られたけど、ごめんなさいって言うとすぐ笑顔で抱きしめてくれた。
失敗して落ち込んでると理由を聞かなくても空なら大丈夫ってやっぱり笑顔をくれて、おかげですぐ元気になれたよ。それなのに5年生ぐらいからむぎゅーってされるのを嫌がってごめんなさい。あんなに早く会えなくなるなんて思ってなかったから。大人になったら自分のお金でプレゼントあげたり、旅行に連れてってあげたりしたかった。肩も揉んであげたり、一緒にお酒飲みに行ってお酌してあげたり、いっぱいしてあげたいことあったのに何もしてあげられなくてごめんね。でもお父さんの笑顔はずっと私の胸の中にあるから、辛いことがあっても絶対頑張れる。大人になった私をどこかでずっと見守っててね。お父さん大好き、本当に本当にありがとう。ソラちゃん、ユウタ君、僕の分までソラを頼む。ソラ、言いたいことは言って、ぶつかるときはぶつかって、いつまでも仲良くね。抱きしめられた気がした。私も。本当に来てたのかな。うん、きっとそう。